今回寄付金を贈呈したのは四国を中心に丸中を展開しているスーパーマーケットマックスバリュ西日本です。去年3月から今年2月末にかけて県内の丸中17店舗における有料レジ袋の収益金93万1742円を高知県森と緑の会に寄付しました。マックスバリュ西日本では去年3月から食品フロアで、6月からは全ての売り場においてプラスチック製レジ袋の無料配布を終了。マイバッグの持参を呼びかけ、必要な人には環境に配慮した素材のレジ袋を販売しています。今、8割程度の、お客様が、レジ袋を辞退されていると、いうことなので、これを、もっと促進して、今後も持続可能な活動になっていければと考えております。今回の寄付金は地域の植樹活動などに役立てられるということです。